上がって三遊間はやや広めに空いています。外野がその中間におるということですね、はい、まあ、もうかなり目はアウトローインとアウトサイドに目いってますんでね。センターへ、センターへ、センターへ、ホームランです。最後のボールが真ん中に入ってきました。今シーズン戸上から3本目のホームランはこの均衡を破るセンターへの先制ホームラン27号です。やはり注意したいバッターからでしたが、ライオンズからすると痛い形で打たれてしまいました。さっきの、ね、守備で、ね、気分よくしてますからね、この打席はちょっと怖かったんですよね、ライオンズ戦でもこれで通算今シーズン7本目。そしてさっきも中ストライク目、外の、ね、速い球重くて空振りしましたよね。あれが、ね、こうリラックスした雰囲気、うん、バットを振り切るっていうコツですかね。それをマギー選手が目を持ってこう体験したんじゃないでしょうかね。本当に綺麗に振り抜けてますよね。いや一発でこう来るんじゃないかなという感じがしましたけどね。